カモジャマスです。シュンです。そうです。オです。卒業おめでとうございました。あ、せよ、まだです、まだです。まだです。今回ちょっとフラットにね、遊びに来たら3人がいたんでね、一緒にオープニング撮っています。今日何しに来たんですか？自分はガッと張りに来ました。うぃ、自分は自由投稿だったんでフラットに遊びに来ました。うぃ、遊びに来ました。はい、ということでね、今日は僕が勝手にフラットの商品紹介をやっていきたいと思います。レッツゴー。レッツゴー。 OK、 それでは行ってみます。行ってらっしゃい。次はね、キャップです。これ本当にね、僕ライブ配信に行った時にすごい反響があったのがキャップで、僕はね、こうやってかぶってたらね、その見てた人がね、そういうかぶり方じゃないよと教えてくれても、あ、こうやってかぶるんだっていう。何色が似合いますかね、僕。これ似合ってますか、カメラマンの。はい、自衛隊みたいです。僕ね、実はベージュかな、ベージュじゃないですか、僕ベージュ。ベージュも似合いますか。違うね。で、僕が一番被りたいなと思ってるのは白。でも顔がね、黒いからね、白が似合うね。白。乗ってるだけ頭がね、でかすぎてね、乗ってるだけみたいになっちゃって。多分爽やかです。ありがとうございます。白っすね。昨日ね、いろんな人がちょっと被ってるのを見て、このデニムなんですけど、デニムのやつもちょっと似合ったらいいな。似合ってますか？どうですか？はい、似合ってます。東出みたいです。それは今はちょっとあれじゃないですか、あんまりいいこと。コメント欄で教えてください、何色が似合ってたか。どれ似合ってなかったらコメントしなくて大丈夫です。次はタオの紹介です。結構人気があって在庫も今も少ないんでね、この普通の練習で使えるサイズとバスタオルぐらいのでかいやつ、この2つが今あって在庫がね少ないんで、ぜひ。大学頑張ってください。一人一言ずつもらっていいですか？卒業できるように頑張ります。できます。頑張ってください。そうですね、やっぱ勉強は大事なんで、4年間で卒業します。できますよ、大丈夫ですよ。みんな勉強と部活両立しながらも日本一目指して頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはね、リュック。最近ちょっとね、人気が出てきたシリーズということで、容量もあって軽いということでね、どんな感じですか？使ってもらって。あ、結構大きいね。結構大きい感じで、でもね、これね、ちょっとね、持ってもらうとね、分かるんですけど、結構軽いんですよね。ここもね、とってもついてるんで、
ぜひちょっとこう、あんまり重いリュックは嫌なんだけど、でもいっぱい入れたいな、でも背負いたいなっていう人は、ショルダーバッグとかじゃなくて、まあ、こういう風にも持てるし、まあ、背負えるしっていうね、このリュック試してみてほしいなと思います。どうですか？軽いです。ありがとうございます。これもフラットといえばもう鉄板のね、カラークラッシュ T シャツ。これね、僕もあの動画でねよく着てたんですけどね、まずやっぱねフラットから、フラットのまず一発目はねこれかなと思います。個人的には違ったらすみません。次はパーカーを、フラットといえばね冬物のパーカーで似てるんで、僕も紺とグレー持ってるんですけど、このちょっと太文字ね、太文字のロゴがちょっと人気があるということで、こういうねちょっとおしゃれな色の僕着たいんですけどね、ちょっと顔が黒いのとね髪が茶色なのでね似合わないって言われたんで、いや、まあ、地味に似合ってますか？似合ってます。本当ですか？さっきから全部似合ってるって言われて、それで似合ってるか、みかんみたいな褒めてるんですかそれ。いろんな、ね、色があります。これはね、今ねちょっとそこで隠れてね佐藤総君とね荒木君が来てます。来てもらっていいですか？はい。今日たまたまちょっとねあの買い物に来てたということで、2人ちょっと自己紹介をお願いします。はい、黒高校の荒木です。総高校の佐藤です。たまたま同じ色ということで、いや最初の中で仲良しということでね、あのお母さんの方からと子供のポーズの写真をいただいたんで、ここに出しておきます。それは NG です。それは NG です。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて僕が持ってるのはこれ僕が持っててね、岐阜県の監督も買ってくれました。お揃いです。あとこちらもね、あの東京都の方、ライブ配信で買ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。店員さんと美味しそう。これ、リコちゃん来てるのか、あ、こっちか。林田リコちゃんに来てるのこれですよね。はい、そうです。リコちゃんモデル。これ僕どうですか、見えますか？同化してますか？似合ってます。全部似合ってる。ありがとうございます。続いてはね、新作の丸首の、これちょっと僕もね昨日ライブ配信で来たんですけど、ワンポイントのねフラットマークと後ろのねワンポイントのフラットマークが入ってて、これもテニスのね、まあ、移動の時だけじゃなくて本当に私服でもね着れるかなと思ってて、このエンジ、このちょっとブラウン系のカーキ、ブラウン系かな、ブラウン系のものと、このカーキがまたちょっと大人っぽいですね。僕もあと何年かしたら着こなせるようになるんじゃないかなと、まあ、いい年ですけどね思ってます。やっぱりね、爽やかにいくならね、この赤のフラットのロゴと白トレーナーかなとも思いますね。チャックがついてるパターンのパーカーもあって、新しい感じで、ここにタグもついてて、フードのところにタグもついてます。こんな感じで。このね、ジップパーカーはね、後ろにも実はマークが入ってて、こんな感じでワンポイントにおしゃれに入ってます。最後にこれから出る予定のパーカーです。
このデザインも今まで他になかったみたいで、まあ、これからね本当に新しいロゴの形で新しいパーカーになりますということです。なんで半袖なんですか？寒いんですけどね、これはまだね売り物じゃないらしくて試作段階のもので、なんかもしこの動画で反響があれば作るかもしれないって言われてて、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、このロゴにちょっと光沢が入っててすごいキンキンなんですよね。だからなんかもしこの動画のコメントでそれかっこいいとかそれ欲しいっていう声があれば宮下社長が検討してくれるということです。ぜひコメント欄で教えてください。なんとソフトテニスフォトグラファーのちゃんをつくまえてくれました。ありがとうございます。こんにちは。ちょっと諸事情によりね、あのカメラとフラットシールで顔を隠してるんですけど別になんか悪いことしたわけじゃないですよ。ちゃんをつくんといえばね、そのソフトテニスフォトグラファーとして本当いろんな選手の、ね、写真を撮ってると思うんですけど、そういう風になったきっかけが何かあるんですか？はい、もともとはツイッター見ていらっしゃる方は分かると思うんですが、まあ、有名なおまみさん、おまみさんね、情報発信そういう方、まあ、大学時代に見ててもうかっこいい写真撮ってるなと思って、まあ、それに憧れてたのが、まあ、一番の、まあ、きっかけです、ね、なるほど。僕もねおまみさんね本当個人的にすごいねお世話になってるんでね、ぜひおまみさんのちゃんをつくん、はなちゃんのねみんなでソフトテニスフォトグラファーとして応援していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。